言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。テレ朝ドリフェス14日の話になりますけれども、 BE:FIRST のファンなので14日見に行きました。なんですが UberWorld も出るということで楽しみにしておりました。あのしゅんとくんとのコラボ曲アンコールアゲインからの縁ではありますけれども、すごくあのその時にもろもろあの曲とかも聴かせてもらって、 M ステからね、であの実際にライブもフェスですが行かせてもらって、そんな感じでやはりすごく好きなロックバンドの一つになっているという状況のあのベスティです、 BE:FIRST ファンという感じなんですけども、で今回やはりねあの同じ日に出るということで、もうね皆さん知ってらっしゃると思いますが、今回はしゅんとくんとのコラボ曲アンコールアゲインはやらなかったんですが、ただあのその流れでもしっかりベスティの心に刺さっているというか、もうねあのなんだろうな、ウーバーワールド、まあ、ちょうどねあの今回そのこのバンドは君たちの人生でもあるんだねっていう曲もねやってたけど、それも含めてなんかね本当にメッセージ性とかもろもろすごくね刺さるバンドになってるなと思ってます。なんだろうな、多分なんですけどベスティ BE:FIRST ファンとウーバーワールドのファンクルーさんですけど、似てる感じの感性持っているというか、特にあの私たち BE:FIRST ファンからすると本当にあの BE:FIRST というかベスティのメンタリティ、その考えの方向性にすごくあの近いと言いますか、まあはばかりながらその似てるなっていう感じのことを思うことがたくさんあります。もちろん全部が同じじゃないんですけども、熱いという部分とかもそうだしね、セットリストが上がってまして、タッチオフ、アバランチかな、でプレイングラン、EN、セオリー、アイズセントリー、あるべき形ということでね、40分間で MC でもしっかりとこう指してくれながら、たっぷりのショーケースやってくれました。たっぷりと言いつつも単独行ったことはないので、やはりこうなってくると単独が気になってくるなっていうところではありますよね。実際あのツアーとかの日程も最後にバーンと出たりなんかして、それもあるんですがね、あのプレイングランですね、 BE:FIRST しゅんとくんもプレイングランが好きっていう話はしてますが、私もこれすっかりあのなんていうのかな、自分自身を元気づける時とかもろもろの時とか、あとは昔いろいろな思いをした時のことを思い出したりして、そこで自分のメンタルをまたこう整えてだったり、あのやる気を取り戻してだったり、単純にその気合い入れるっていう形の時もそうだし、曲としても好きなのでそれで聴かせてもらってますし、あのライブで全部やって確かめりゃいいだろうって叫ぶところ、私も Uber のライブは多分2回目、実際には3回目かな、1回目はちゃんと聞けてなかったというか、なんですけど、全部やって確かめりゃいいだろうを叫ぶのが非常に楽しいですし、あの、歌詞の内容は、まあ、拓也さんご本人のことなのかもしれないけど、私たちそれぞれの人生にも関わるというか、ちゃんと照らし合わせてそうだなって思えるいろんなことがあるし、そういうことも含めて非常に楽しませていただきました。途中までねそのアンコールアゲインやるかどうかみたいな話とか忘れてたんですよ私ね。あのベスティから怒られるかもしれないけど、でも逆にベスティだったらそういうことは思わないかもしれないが、あの本当に普通にウーバーワールドのライブを楽しませてもらってて、あ、そういえばしゅんとくんとの曲いつやろうんだろうなって思い出したのは、もうアイズセントリーとか、まあ、最後の曲違うな、あるべき形からだ、あるべき形を最後にやったんですけど、この曲はしゅんとくんも好きな曲だから、あるべき形やる、あれしゅんとくん出る時間あるって思って、まあ実際それはなかったわけですけども、まあね最後に拓也さん語ってくれたけど、今回は お互いのライブを最高にするっていうことで話をしたっていうこともそうだし、まあ、忙しかったっすからね、お互いにね、スケジュールも詰め詰めだったしね、そんな感じですよ。はい、そうだから、まあ、全部の楽曲でそれぞれ刺さってくるところがあって、わずか数センチだけみたいな感じでその前に進んでいくっていうところもそうだし、あのコロナ禍に書いたこととか、
世界で死んでいく子供たちをしかとしている神様がお前の夢に興味あるわけねえだろうみたいな、そういう歌詞とかね、あれなんですよね。ちょっと思ったのが、世代的な問題だとは思うんですけど、彼らウーバーワールドの歌詞がミスターチルドレンですかね、ミスチルが言ってみれば、まあ結構社会のね、いろいろな、まあこう真実だったり、そういうところも言うと、まあ要するに、まあ良いことばっかり言ってるわけではなく、現実を突き詰めていくし、その現実がダサい現実だとしてもそれを突き詰めていくっていうね、そういうところもあった気がします。で、それが私は当時はあまりにも突き刺しすぎてくるんで得意じゃなかった時期もありました。でも実際ね、その理想的な話ばっかりではないのがこの現実社会なんで、そういったものもだんだんこれはそういうことなんだなって思ってもきました。そういうことっていうのは、現実を見るっていうこと自体がそれがロックなんだなっていう気がしました。ロックっていうものに子供の頃はこう華やかな感じで思っていて、ロック、ハードロック、ヘビーメタルですけど、私の場合はまあどこかしらね、この現実離れした人たち、ロックスターという存在はね、もう神様のような存在でみたいな、そんな感じのイメージがあったので、だから当時のミスチルの、まあ、桜井さんはじめとした、まあ、派手な衣装とかも着ないで、こう普段着みたいな感じでやってる感じが、当時の私はそんなに得意とは思えなかった。とはいったものの、やはり曲自体は流行っていたから、当時は音楽をね聴く術もそんなにはないから、当然トゥモローネバーノーズだったりとかね、イノセントワールドだったりとか、もろもろ好きですけどね。で、まあそんな時期がありつつで時代が流れてきて、あ、この感じなんだなっていう。で、やはりその時代時代で必要なバンドだなとも思っています。ここ10年ぐらいですかね、そういうバンドが好きな人たちもたくさんいるっていうのはもちろんそのあった上で、やっぱりこうすごく優しくて、こうソフトなタッチで寄り添ってくれる感じのロックだったり、そういうのが結構増えているなっていうところはある気がしてます。もちろん歌詞とか聞くと、その人たちのロックという部分が見え隠れはもちろんするので、そうなんですけど、なんでしょうね、まあ流行りでもあるかもしれないけど、そういうバンドが多い中で、でもウーバーワールドはもうだいぶベテランではありますけど、ずっとねその熱いメッセージを出してくれているっていうところがあるから、 BE:FIRST ってグループもまだねデビューして3年ぐらいですけど、多分ずっと熱いメッセージを出し続けていくことになるんじゃないかなって気がしてるんですよね。だからそういった意味ですごくウーバーワールドに思うことがすごくあってね、あれなんですよね、外国のバンドですけど、 U2 っていうバンドの初期の方のね、サンデーブラッディサンデーとか、あの辺の楽曲とかが自分は好きでね、プライドだったりとかね、 In the name of love, what more in the name of love みたいな楽曲があってね、急に歌い出してすいませんね。うん、なんかでも彼らの初期の楽曲がそういう感じでメッセージ性が強かったけど、アルバムを後追いで見聴いていた時にだんだんそういう感じの曲じゃなくなっていったんですよね。で、それでなんとなく若い頃の自分は興味を失ってしまったところがありました。もちろんその成熟していく段階で最近の曲といいますか、まあ最近つってももうそんな最近でもないか、年を取ってきてみると、そのだんだんそういうね、その時の最近の曲っていうのもいいなと思ったんですけど、なかなかそうもいかなくてね、でもなんかそれは寂しいなとも思ったんですよね。うん、で BE:FIRST もそういう感じのことを今後もやっていってくれほしいなと思っている中で、でももしかしたら何かしらのところで方向転換とかしていくこともあんのかななんて多少思ったりもするんです。そんな時にウーバーワールドっていうグループがずっとそういうメッセージを出し続けているっていうところが、それが素晴らしいと思ったし、今回はドリフェスじゃないんですけど、サマーソニックでグレイを見た時に、本当に今も昔も変わらずにずっと謙虚なままであの感じでやってるっていうのも見て、それも素晴らしかったと思いました。だからこと BE:FIRST はそのロックの要素もすごく強いと私個人は思っているので、まあバンドではないからクルーの皆さんがどう思われるかは分かりませんが、私はそう思っているので、でもそういうのをそのずっとやっている先輩というのがいるというのも本当にありがたいことだし、だからこそ
ウーバーワールドに憧れるしゅんとくんとかりょうきくんもそうだけど、 BE:FIRST メンバーみんなウーバーワールドが大好きで、本当にだからでっかい背中をずっと見させてもらっているなっていうところも含めてね、それを見守っている私たちファンもね、なんか同じように彼らはすごいよねっていうね、頑張ろうねみたいな感じになっているという、まあ、よくわからない感情になるんですがね、うん、そういったものも含めてではありますけれども、やはりその私自身も彼らの持ってるウーバーワールドの皆さんが持ってるそのロックの心熱いメッセージ性っていうもの、それに曲自体の良さとあのテンション感ね、バンドとしてのねそのクオリティの高さ全部ひっくるめて、やっぱりすごいバンドだなって思うし、名前だけはもちろん知っていたんですが、なかなか触れる機会もなく、そういうバンドって意外と多いですよね。そうだから、そんな中で本当にウーバーワールドっていうバンドがSpotify のプレイリストでもね、ちゃんと普段から結構入るような感じのバンドになっているので、プレイリストがいくつかあって、チルい感じのやつのプレイリスト、ヒップホップ多めのやつ、海の香りがするやつと、熱いメッセージガンガンやっていく系の気合い入れるやつで、その気合い入れるやつのプレイリストに大概ウーバーワールドが入ります。はい、なのでそんな感じのバンドということで語らせていただきました。14日、その B、もちろん BE:FIRST、スカイハイなどが出るからそこ楽しみに行きましたが、ウーバーワールドの名前を見たときに、あ、ウーバーワールド見れるんだっていうのはすごくでかかったです。はい。っていうことでね、また今後もフェスが多めになるかもしれませんが、とにかくまたね、聞きに行きたいと思います。そしてまた、元気をつけてもらおうかなというふうに考えておりますんで、はい。まあ今後ともね、また動画で語るかは分かりませんが、ウーバーワールドのこともちょいちょい、やはりね、大事なバンドなのでね、うん、自分の人生としても当てはまるところが非常にあって、特にプレイングランが本当に自分の人生に当てはまりすぎちゃってね、そうなんですよ。まあ、ここが当てはまる人も多いんじゃないかなって思うんですけども、まあ、つまり皆さんならご存知だと思いますけど、努力しないで夢が叶った人と、努力しても叶わなかった人、たとえ僕は叶わなかった人だとしても前に進むことをやめないだろうっていう歌詞自体ちょっと違うかもしれませんが、ニュアンス概要はすぐに本当に覚えられるぐらいに本当に自分に刺さったというか、私も手に入れられなかった人間の方ですから、でもそれでは前に進むことをやめていないつもりですし、そうだからそういう風になった時に、この地面にぶっ倒れそうになった時にこの曲を聴いてまた走り出せそうだなって思ったりして、だからこの曲を聴くとね、特にライブで聴くと涙が必ず出ます。はい、まあそうだな、ぶっちゃけ涙を流したのは私テレ朝ドリフェス3日間行ったんですよ。14、15、16ね。で15日もルナシーとかね、 TMG ベビーメタルとかね、リンとしてしぐれとか出たし、16日もエンドリケリー、どうも強しくんのやつ、平井大さんだったり、サウシードッグ、トラビスジャパンなどね、出ました。スミカが、トリで出ました。はい。だから、全部見たんですけど、泣いたのは、ウーバーワールドだけでした。ガチで。いや、だからそういう風に、なんか、自分としてもね、クルーさんほどじゃないのかもしれないけど、やはり特別なバンドではあります。なので、まあ人生の一部というのはおこがましいかもしれませんが、でも明らかにそうなってる気はします。そのフィジカルな意味で、はい、ということですね。まあベスティとしての、まあ、外部の人間からの語りではありましたが、テレ朝ドリフェスでウーバーワールドを見た感想を率直に語らせていただきました。燃えました。楽しかったです。はい、それではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。街角の語り部、グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私グランパンパース、現在登録者数3万人を目指しております。もともとはね、こだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP、 ボーイズグループ中心ですが、 J-POP を世界にっていうことでそれを標榜してやっております。でその時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで。そうした時に登録者数が多い方がやっぱ説得力があって、皆さん来やすいというところもあるので、なので自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい、2万人達成して3万人目指しています。で登録に関してなんですけれども、登録していただいてももちろん YouTube は無料ですし、
仮に私の動画が合わないと思って解除される時も私などに通知は来ませんので安心していただければと思います。で、登録をしても変なサイトに誘導されたりとかそういうことは一切ございませんので安心して登録していただければと思います。で、もし一度登録したけど解除したんだけどまた登録してやろうかなって思った方はもしよかったらまたお願いできればと思っています。はい。で、もう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、コンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますように、モチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは、失礼します。